ごめんね、妹からの電話でした。すいません。でもそろそろ終わらなきゃいけない。ちょっとこの後私は用事があるんで。そうですね、着いたんで。着いたんでじゃない何着いたんでってなんではい、そんな感じですねまあ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 、また明日ということで、今日の夜のメールはお待ちください。そっかそっか、まあ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 、ちょっとお出かけしてきますね。私メイクは途中なんですけど、お出かけしてきますね。お祭りで、まあ、見かけても、もし見かけたとしても、え、3日間あるんだっけ、分かんないけど、行くのかな、分かんないちょっと、ま、私はちょっと今から全然全く別の場所に行くんですけど皆さん楽しんできてください。違うんだよね。そう、お祭りには行かないですが、妹ちゃん、え、俺妹って言ったっけ、あ、言ったわ、今言ったわ、妹から電話って言ったわそうそう、でも何の振りだったんだ今めっちゃ行くようなね流れだったよね行く予定は今んとこないです。まあ見かけても、まあそっとしといてください後ろからね、あ、後ろからそっと声かけられたらびっくりしちゃうので声をかけるなら、あの、顔を覗き込んでください後ろからは怖いです。断じゃびします。13位たかしさん、ありがとうございます。12位わたりどりさん、ありがとうございます。11位かずさん、ありがとうございます。10位銀河の妖精さん、ありがとうございます。9位ストーンさん、ありがとうございます。8位ボンタカカハさん、ありがとうございます。7位ときめきこばさん、ありがとうございます。6位パンダのテオさん、ありがとうございます。5位アルニストさん、ありがとうございます。4位坂塩さん、ありがとうございます。3位ミッチーさん、ありがとうございます。2位ライトさん、ありがとうございます。1位ビールバさん、ありがとうございます。ありがとうございました。あ、先輩にもしあったらね、はいありがとう、バイバーイ、行ってきます